はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。この画像を見て。燃えた船とたくさんのギャラリーに見えるわよね。実はその通りなの。これは海の上で火災にあった客船と、ビーチからそれを眺めているヤジ馬なのよ。それにしてもすごい数だな。火事で燃えた船をわざわざ見に行くなんて、不謹慎に思えるんだけど。娯楽の少ない時代だったからかもしれないわね。今日はこの火災にあった船、モロキャッスル号火災事故を紹介するわね。ゆっくりしていってねー。モロキャッスル号炎上事故は、1934年9月8日にアメリカニュージャージー州、アズベリーパーク沖の大西洋においてクルーズ客船モロキャッスル号が炎上した海難事故よ。モロキャッスルってお城の名前なのか？モロキャッスル号はキューバのハバナ航路に就航する豪華船だったの。当時のアメリカではキューバをはじめとするカリブ海の島々が人気で、とりわけ賑わっていたのがハバナだったのよ。そのハバナ湾の入り口を防御する重要な要塞がモロ城で、この船の名前の由来なの。モロキャッスル号は事故の4年前にニューヨーク&キューバ郵便汽船会社がアメリカ政府の財政融資を背景に建造した客船で、姉妹船のオリエンテ号とともにアメリカ政府の補助を受けて、ニューヨークハバナ間の定期航路に就航したんだけど、禁止法を背景にしたアメリカ国外での飲酒を売りにしたクルーズ船だったのよ。禁止法ならアンタッチャブルって映画で見たことあるぜ。そう、まさにその時代よ。実は、この悲劇の前兆は少し前から始まっていたの。事故発生およそ1ヶ月前の7月29日、船長は軽食を取った際に体調に異常をきたし、船医から薬物中毒と診断されたんだけど、薬物の特定には至らなかったの。さらに1ヶ月後の8月27日、アメリカ政府からキューバ政府に供与される武器弾薬を輸送している際に船倉火災が発生。自動消火装置により鎮火したものの、船長は自分の命が狙われていると考え、事故発生1週間前の9月1日以降、自室に閉じこもり、幹部船員が訪れる以外の連絡は電話で行っていたそうよ。毒を盛られたってことか？確証はないけど、少なくとも船長は何らかの薬物が意図的に混入していたと思い込んでいたみたいね。それで引きこもっちゃったのか。そして事故発生6時間前の9月7日午後7時50分頃、ハリケーンで海が大荒れの中、減速を進言するため一等航海士が船長室を訪れたところ、船長が浴槽内で死亡しているのを発見したの。船員は心不全と判断したものの原因は不明。このため、一等航海士が船長代理を務めることになったのよ。船の浴槽内で船長が遺体で発見されるって、推理小説か漫画の世界みたいだな。そして日付が9月8日となった午前2時50分頃、船内のバーで後片付けをしていた船員が煙に気づき、船客執筆室を調べたところ火の気がないはずのロッカーで火災を確認し、消火器で初期消火を図ったが失敗。他の船員も参加して消火船による消火を試みるも、消火船の動力であるボイラーが故障のため停止されており対処できなかったの。そのうちに荒天による強風下の航行に加え、もともと船内の装飾は耐火処理がなされていなかったため火災は全船に広がり、火災による電気系統の破損や船客執筆室の天井裏に収納されていた綱取りに使うライフル銃の火薬が爆発したことが船客船員の混乱に油を注ぐ形となったの。火災発生だけでもパニックなのに、爆発音まで聞こえたら、そりゃあ逃げ惑うよな。火災確認から31分後の午前3時21分に一等航海士は機関停止と操員退船を命じたが、大部分の船員が船客優先の原則を無視して救命ボートで脱出を図った一方で船客は混乱し、船室の窓から脱出したものの中には荒天の海に沈むものや機関停止前に飛び込んでスクリューに巻き込まれて絶命するものもいたのよ。海に飛び込んだ人々の中には自分の着ていた救命胴衣を女性に譲って、体一つで海に飛び込んだ17歳のスイマーフランツ・フォードでベッシュが含まれるの。彼はキューバの水泳選手で長距離が専門だったし、救命胴衣なしでも大丈夫だという確信があったはずだけど荒れ狂う海に飲まれ、水面に上がってこなかったの。乗客を見捨てて我先に逃げる船員もいたのに、乗客の青年が自分の救命胴衣を人に譲って死んでしまうなんて。モロキャッスル号は操員対戦発令の2分後に SOS を発信したのよ。アメリカでの海難救助の要たる沿岸警備隊は有力な巡視船艇が修理や別の任務で現場海域から離れていて、無線機の取り扱いを習熟していない乗員が担当していたため、通信内容を把握できず出動が遅れ、周囲に展開していた小型巡視艇に無線機が搭載されていないという不運が重なり、初動体制が遅れてしまったの。それでも沿岸部に展開していた水難監視部隊が荒天をついて小舟による救助活動を実施。また、時のニュージャージー州のハリー・ムーア知事は、
休暇先の保養所で事故を知ると直ちに周兵250人を出動させ陸軍の航空機に同乗して現場に向かい捜索中の救助艇を誘導する活動を行い、沿岸地域の警察、消防も救助捜索活動に従事したの。一刻を争う事態だよな。SOS の発信が遅かったことがどうにも納得できないぜ。モロキャッスル号の SOS を受信して現場海域に駆けつけた4隻の商船のうち、アメリカの貨物船アンドレア・ルッケンバッハ号、シティ・オブ・サバンナ号、イギリス客船モナーク・オブ・バーミューダ号の3隻は合わせて162人の救助に成功したが、アメリカ貨客船プレジデント・クリーブランド号は捜索活動が不十分だったと指摘され、世間の非難にさらされることとなったの。到着したのは午前6時頃だったのに、救命ボート3隻を下ろして捜索を行ったのは到着1時間後の7時から8時だったそうよ。また、現場沿岸のアズベリーパークの住民は数千人規模で保有船舶や自動車による遭難者の捜索救助やホテルや住宅を使っての救護、炊き出しを行ったの。でも、その中で救助活動に参加していた住民1名が荒天で溺死する二次災害も発生したのよ。なんてことだ。きっといい人だったんだろうな。この事故の結果、モロキャッスル号は全損し、全搭乗者549人のうち135人が死亡したのよ。死亡者のうち86人が船客で全船客の 29% を占め、残り49人は船員で全乗員の 18% だったわ。混乱状態とはいえ、船客を差し置いて救命ボートで脱出を図った船員の態度、乗員構成における安全基準の違反などから船長代理を務めていた一等航海士、真っ先に救命ボートに乗り込んでいた機関長、副社長と会社自体が連邦ニューヨーク南部地方裁判所に起訴され、1936年1月に一等航海士に禁錮2年、機関長に禁錮4年、副社長に禁錮1年及び罰金5000ドル、会社に罰金1万ドルが言い渡されたの。これに対し会社側は一等航海士と機関長の罪状については控訴し、最終的に消火及び避難訓練の不備は一等航海士ではなく変死した船長の責任とし、機関長の行為は道徳的な問題だが違法ではないとされ、二人は差し戻し死んで無罪とされたのよ。なんで死んだ船長は消火訓練をきちんとさせなかったんだ？実は、事故の4ヶ月前に消火訓練で濡れた床で滑った船客が負傷し、示談金として2万5000ドルを払っていたからなのよ。それでも避難訓練はするべきだろう。そうよね。救命胴衣の正しい付け方も、海へ飛び込む際の姿勢も知らない人たちが正しい装着をせずに不完全な姿勢で海に飛び込んだことで、着水の時に首の骨を折ってしまい意識を失って溺死した人もいたらしいの。また、会社は民事訴訟での長期戦を避け、最終的に89万ドルの示談金支払いで決着させるとともに、総額420万ドルの保険金を受け取ったのよ。420万ドルも保険金を受け取ったならもっと賠償金を払えたんじゃないのか？一方、FBI は沿岸に漂着したモロキャッスル号の現場検証を行い、出火したロッカー周辺を捜査したが出火原因を突き止めるには至らず、翌年3月にモロキャッスル号はスクラップとなったため、再捜査の機会は失われたの。また、事故前に変死した船長の遺体は火災で白骨化しており、ほどなく墓地に埋葬され、こちらも死因特定の機会は失われたのよ。ところが、月日が経って思わぬ展開を見せるの。事故から3年6ヶ月経った1938年3月4日、ニュージャージー州ベイオンヌの警察署において、水槽用の温熱器に仕込まれた爆弾を使った爆破事件が発生し、一人の警部が重傷を負ったの。事件発生から2週間後、被害に遭った警部の部下である A が殺人未遂容疑で逮捕されたんだけど、この A はモロキャッスルの元通信長であり、爆破事件の前日まで警部に自身がモロキャッスル号に放火したと語っていたのよ。急展開すぎて頭が追いつかないぜ。3年6ヶ月後に起きた爆破事件の犯人が元通信長で放火犯だって自供した？ A は警察署の爆破事件で最終的に懲役10年から12年の不定期刑が言い渡されたんだけど、被害者の警部は退院後独自に調査を行い、爆破事件前の A の発言と合わせ、新たに判明した事実や状況証拠から、ある推察をするに至ったの。A は思春期に性器の発育不全から劣等感を持ち、次第に周囲から孤立して精神病の一種を患ったとみられ、盗み癖が悪くなる一方で無線機に興味を持ち、商船の通信員やラジオ技師や無線機工場で働いていたの。でも、周囲からの差別や職場で備品を盗んで解雇されるなど職を転々として精神状態が悪化するうちに完全犯罪の殺人や証拠が残りにくい放火事件に興味を抱くようになったんですって、苦悩や孤独が攻撃性に変わっていったのか。1934年3月に A は自責一等通信士としてモロキャッスル号に乗り組み、上司を追い出して自身が通信長になることに成功。
そして事故前に発生した中毒事件や火災が A の仕業と船長が疑っていることを知り、以前、結婚していた時に些細なことから妻と喧嘩した際に妻の愛犬を毒殺した毒薬を使って船長を毒殺したと警部は推察したの。さらに A は証拠隠滅のため寄港したハバナで硫酸を入手して通信室の棚に持ち込み、さらに火薬が船客執筆室の天井に移動されることを知ったの。通信室の棚に何かを持ち込んだ姿は目撃者がいたそうよ。そして事故当日の午前0時、A は当直を交代したのを機に無線室から20分ほど姿を消しているの。A が警部に語ったところによると、この間に船客執筆室に入り、インクの代わりに硫酸を入れた万年筆をロッカーにかけていたウェイターの制服のうちポケットに仕込んだの。やがて硫酸は万年筆に使われている銅を溶かしてロッカーに入っていた可燃物に接触し、発火に至ったと考えられているわ。なお、火災により通信室が使用不能となった後、A は船首で懐中電灯を使って発光信号を送っていたことが評価されており、その表彰パーティーでモロキャッスル号の生存者と出会い、生存者の紹介で警察官になっていたのよ。科学の知識もあるし、とんでもないサイコパスだな。実は警察官になる前に船員を辞めてラジオ修理店をしていた時期もあるんだけど、その店は開業してから1ヶ月ほどで放火の疑いがある火災で全焼したの。戦後の1952年7月、刑務所を出所して再びラジオ修理店を営んでいた A は借金をしていた親子を殺害した容疑で逮捕され、1954年9月に第1級殺人罪で無期懲役の判決を受けた後、1958年1月に心臓麻痺で獄死したのよ。結局、A はモロキャッスル号においての一連の刑事責任については一切問われることなく生涯を終え、モロキャッスル号における惨事は公式には海難事故として現在に至っているのよ。簡単に人を殺したり火をつけたり爆破させたり、こいつじゃなきゃ誰が犯人なんだって気になるよな。本人が死んでしまって、真相は闇の中だけどね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してほしい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。